ここに来て、まあ、中国の圧力っていうのがどん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 来てるんで、やはり今台湾が防波堤になってくれてるんですけど、台湾が本当に今中国化されるとこの辺りが一番危ないんじゃないかなっていう。そこら辺の一般的な演習だろうと思ってたんですが、予想外にこの、弾道ミサイルを発射してまたは大陸を横断して5、600キロ離れたこの与那国近海の空域に着弾したということはね、まあ緊急時のあった時に島民をどう引っ運ぶかという手段さえ議論されていない。これが現状ある。その代わり島分断させなく自衛隊基地を作らせてきている。じゃあ何が先なのかということも見えない。これが果たして国がやるべきなのかと私は思ったりしますけど。